マッスルショールズサウンドスタジオはアメリカアラバマ州シェフィールドジャクソンハイウェイ3614番地にあった音楽録音スタジオで1969年から1979年まで稼働した。後に場所をアラバマアベニュー1 0 0に転して現在に至る。旧スタジオの建物は現在アメリカ合衆国国家歴史登録財として管理されている。 1959年、当時ソングライターとして活動していたリック・ホールは、友人らと共に、フローレンスに、音楽出版社、フローレンス・アラバマ・ミュージック・エンタープライゼズ、すなわち、フェームを設立した。1960年代初頭に、ホールは、隣町のマッスル・ショールズに移り、かつてタバコの倉庫だった建物をスタジオに改造、フェームスタジオを作った。 マッスル・ショールズ・サウンド・スタジオは、フェーム・スタジオに所属していた4名のミュージシャン、ジミー・ジョンソン、バリー・ベケット、デビット・フット、ロジャー・ホーキンスからなる通称、スワン・パーズによって、同州のシェフィールドに作られたスタジオである。4人は1960年代半ばから、フェーム・スタジオで働いていたが、アトランティック・レコードが1965年から、録音にしばしばフェームを使用するようになり、 彼らは、アレサ・フランクリンや、ウィルソン・ピケットなどのバックを務め、リズムブルースの演奏経験を積んでいく。1969年、アトランティックレコードのトム・ダウドの勧めもあり独立。シェフィールド・ジャクソン・ハイウェイ3614番地の、元は、カンオケの展示場だった建物をスタジオに改築し、それまで自分たちの拠点とした土地から、マッスル・ショールズ・サウンド・スタジオと名付けた。 1970年代、アメリカ南部のサザンロックを志向するミュージシャンたちが、しばしば、ジャクソンハイウェイのスタジオを使い、時には彼らを、セッショングループ、マッスル、ショールズリズムセクションとして起用した。彼らはマネージャーを兼任して、スタジオを運営し、1979年に場所を、アラバマアベニュー線に移し現在に至る。旧スタジオの建物は修復の後、 観光スポットとして公開されている。ありがとうございます。